まあ、場所を、まあ、基本的には会社で、まあ、その出社して、まあ、作業するっていう前提になっていたので、まあ、自由な働き方っていうのはどうしてもこうしづらいというのはありました。でそれもやはりその機密情報、まあ、例えば公開前の作品をまあ取り扱うみたいなことは結構まあ多々あるんですけども、まあ、そういった時にデータをまあ例えばコピーしてまあ別のところで作業するっていうのは基本的には禁止にしておりますので、そういったところっていうのはまあできないとか、そういったところのまあ何ですかね、まあ、場所をいわゆるそのどうしても固定化させてまあ働いていただくというところが大きな課題でした。コロナの前からまあリモートでそのなるべく制作環境っていうのをまあいろんなところでできたらな、もちろん機密性をまあ守った上でなんですけども、そのまあ矢先にこのコロナのまあ流れがあったので、まあ、これを機にまあそれを加速化したさせたというか、リモートワークのシステムの導入の舵がまあ切られたという形になります。ツール選定の時はいろいろなまあツールでまあ比較させていただいたんですけども、一番はまあ、先ほども申し上げた、まあ組織管理、組織においてのユーザー管理ができるというところが一番大きかったです。でやはりその作品を作る中で、まあ、スタッフが、まあ一時的にジョインをして、でその後作品から仕事から離れるっていうケースも多々ありますので、そういった時にやはりそのアカウントを、まあ、無効化できるとか、管理者の方で無効化できるっていうところが、まあ、結構我々としてはありがたかったですね。あとはそのやはり、まあ、スプラッシュトップの、まあ、売りの一つでもあるのかもしれませんけど、低レイテンシーですね、高速に画面転送して、まあ、作業のストレスなくできるというところがすごく魅力的でした。例えば一度そのストリーマーとかそのアプリケーションをインストールした状態で、そのいわゆる管理者側で無効化できないと、例えばその方の作業場とか、まあ、ご自宅とか会社に行って、例えばその権限を無効化する作業になるとかなりその手間取ってしまうの でしかもこのまあコロナっていうかリモートワークの流れがある中で、まあ、あまり外を出歩けないっていう前提もあるので、まあ、それをクラウドの管理画面一つで無効化できるっていうのは本当にありがたい。我々にとってはむしろそこが重要だと思ってます。我々は今、認証基盤は、まあ、G Suite で統一してるんですけども、まあ、その G Suite を使った認証をしているツールっていうのはたくさん存在してまして、まあ、その、まあ、認証基盤を統一する化することによって、いわゆるシステムの運用コストを下げてます。で、逆にその1ツール、1つのツールを導入するごとに、まあ、それぞれ1つずつそのアカウント発行したりとか、アカウントの棚卸しをするってことはやっぱり逆に非常にコストでして、でスプラッシュトップはまあそのサムル認証に対応してたというところで、コストを下げる意味ですごくまあ役立っているというところで、まあ、それがまあ対応しているってことを聞いたときにはすぐ導入したいというふうに考えました。もともとそのリモートワークとかその社外で作業することをメインに作られたインフラではなかったので、そのネットワーク機器、まあ、主にファイアウォールについてはもう全て その全社員に対して VPN アカウントを発行してそのアクセスを受けるためのキャパシティっていうのがまあ実はないんですね。なのでいわゆるそのエンドツーエンドで、まあ、リモート先の PC から会社の PC に対して接続できるっていうのは VPN トラフィックを経由しない別のトラフィックで経路でそれをまあアクセスすることによって、なるべくその会社の基幹インフラのコスト、まあ、アクセスの負担をかけたかったというところで、まあ、今回そのスプラッシュトップはまあそういったソリューションなので、まあ大変まあありがたいなと思っています。ただ他方でまあ VPN を使わないといけない作業とかもまあ存在しますので、まあ、そういったところに関しては個別に VPN を許可するというところで、やっぱりそれを併存する形で今考えて進めております。スプラッシュトップはまあ大まかには2つのまあ使い方で今利用してまして、1つはもちろんその自分の会社の PC にまあ自宅とか他の作業場からログインすること、あともう1つはオンラインサポートで、それは我々の情報システム部門がまあ使っているんですけども、例えばそのパソコンで何か使い方がわからないとかトラブルが起きたと、こういったところに対して我々のシステム部が、その PC に、まあ、事前に許可を得た上でログインさせていただいて、でそこで我々が、まあ、チャットを用いながら、リアルタイムにサポートするというところが実現できました。この2つの、使い方がメインになります。一応セクションでご説明しますと、まずはその、管理部門、
それと、制作進行と呼ばれるその作品の制作マネジメントする部門、それと、作画の方々、あとは、3DCG を作るデジタル部門、あとは、撮影ですね、撮影部門、あとは我々の情報システム部門、大まかにはその、まあ、セクションでスプラストップを入れてるんですけど、まあ、ほぼほぼ全社になります。密にならない状況を作るっていうところが僕らに対してのそのシステム部門としての命題でしたので、まあ、そこに関してまあこのツールは本当に多分にあの役に立ってて ありがたかったです。ただ他方でそれをそのままずっと推奨し続けるではなく、なんだろうな、今度は働き方を変えるためのツールにしたい、ずっとそのコロナの状況も続くとは思わないし、まあ続かないと欲しいところもあるので、なので、今は緊急事態的に、まあ、ちょっと使っている部分もあるんですけど、今後は、まあ、使いたい人は使う、行きたい人は来る、でそれはその補完関係になってほしい、まあ、補助的にそのツールが、まあ、役立てればいいかなと思っているところですね。選択肢そうですね、選択肢ですね。